はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。えー、いよいよストーンズのですね11枚目のシングル「クリークがもう発売直前でございますけれども、えー、今日は私はボイストレーナーなのにですよ SixTONES、えー、の YouTube 公式に上がっております「クリークのダンスパフォーマンスオンリーバージョンを今から 見たいいと思いますけど、ね、ダンスの先生が見るなら分かりますよここの踊りがすごいとか言うのはね私はボイストレーナーなのにやっぱりこのねダンスパフォーマンスオンリーも見たいじゃないですか、えー、で見たら当然音源も聞こえてくるはずですからだからこれを見ながら一体何を解説するのかまあ CD 音源に対する解説になるのか ね、ただのリアクション動画になるのか分かりませんけど、まあ、単純に見たいということですよ発売直前にで見るからにはもう動画を撮ってしまおうというだから私自身もどういうふうになるか全くわからないのに今収録してるわけですけど一応概要欄読みましょうこれはね8月25日にアップされた動画で、えー、今 私が見てる時で人気急上昇中の音楽、8位ですね、シャープ8って書いてます。78万トンで479回も再生されておりますが、えー、概要欄読みますね、11枚目シングル、クリークはスリリングなビートに力強いコーラスワークと壮大なストリングスが絡み合うミステリアスダンスチューンと、今回はミュージックビデオ本編とは別に、 そうなんだ別に本人たちのダンスパフォーマンスのみでクリークを表現したダンスパフォーマンスオンリーバージョンを YouTube 限定で公開ということでこれありがとうございますですね本当にそんなことしてくれるんですかではさっきも言いました私が見て何を言うのか私自身も分かっておりませんが今から見させていただきたいと思いますこのね4分09秒の動画ですけれども私が今見てる一番最初の映像は 2人ずつね3列になっててこっち向き左から森本慎太郎君そしてこれは北斗君ですよねそして右かジェシーその裏に向こう側に並んでる3人がいますけれども一体ここからどんな感じになっていくのかそれでは行きましょう再生ポコリンコンコンテッテッテッ,デ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 ッ で北斗くんの後ろは大河くんそして新太郎くんの後ろはジュリくんジェシーの後ろはコーチくんさあタイくん来た決まってるならばならばからのバのビブラート書く低い低音すごいいいね森本くん動きが色っぽい いいね、可能、不可能のいいところ。なでがジェシーの歌ってるフレーズ難しい。かっこいいうわ、首だけこうやってる、なるほど。お辞儀したよ、3人。すごいな、ジェシーと今、森本君のも足ステップどう動いてんだ一 ?1 人かっこいい大学の、大くん1人の時の動き。

ステップ3つぐらいで一番後ろから一番前まで来たうわ一回音も収まって動きも一回後ろ側に行ってからまた前に出てくるうわ大河君の首大人ブルーの連続すごいうわジェシーのこの腰の滑らかな動きはまかっこいいここ難しいメロディ めつこえ誘う誰かの声眠れない夜はなくななてうわ難しいね今のところフレーズ3人ともジェシー大河君北斗んうわ目つけるよそのうわやべかっこいいこれうわ森本ん色っぽい顔答えは僕らは光一ん髪まっすぐ待っているうわうわうわ大く真ん中でそして動いた後のピタッと止まってうわ足のステップあれすごいなみんな

わ大学はハートの発音かっこいいハートわ一人とりでうわとの言い方かっちょい,いねこれはかっちょいはい <laughs> あは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 あどあは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 あわあは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 

てて後ろからまたみんなこっち向いて向こう向いた人もいますけどいやーすごいですねあのー、なんかこう見てて口開いちゃうっての分かりますね <laughs> 一応撮ってるからんないとと思って見てるんですけどは なんか口開いて見ちゃうみたいな皆さんもこれ多分動画見ててねあのパソコンとかで見てるとたまーに画面暗くなったら自分が映っちゃう時ありますよねあの時見てください口ちょっと開いてますよちゃんとね皆さんいやすごいもう私途中でねこんなステップ私はできないと思うって言いましたけど、まあ、別に私できなくてもいいですよね <laughs> 自分で言いながら何でお前がやるんだって思っちゃいましたけどいやすごいまああの4分06秒でした の間にもうギュ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 っとこうかっこいいところっていうか美味しいところがもう詰まりに詰まってますのでこれも私一回見ただけでは6人いますからね全部を全然見切れてないと思うんですけどただなんとなくこう6人の映像として全体で見ててもところどころ私言いましたけどやっぱ森本君のねまあみんなで同じダンスをしてるんでしょうけどちょっとこう動きが。 妖艶なととこころありますよね色っぽいところそれからコーチ君が私がパッと見た時今すごい目立って見えてないんですけどちょこちょこっと見た時のやっぱキレがすごいいい感じしますよねだからダンスの先生じゃないのに偉そうに言うなって話なんですけどでもしょうがないこれはねダンス素人が見たややこしいねダンス素人のボイストレーナーが見たリアクション動画ですよ。 またジェシー君がもうとにかく、まあ、後半ちょっと1人だけでこうやってねなってるとこもありましたけどやっぱ手足が長いのもあって何て言うのかな、まあ、やっぱ絵になりますよね何しててもねそれから、えー、ジュリーく君か樹君はもうところどころちょっともうこう金色の髪がわーっと垂れてね もうこっちにカメラに向かって挑戦的な感じでこうね、えー、歌ってるところもありますけどやっぱこうワイルドな感じそれからこうラップみたいにブワーって言葉を連ねていく感覚はもうね、えー、6人の中で一番こう長けてると思いますけどそれがこの楽曲の中でもすごく生きてると思いますしそれからまあ北斗くんはもう前半からずっと自分がねメインで歌うところはいっぱいありますけどやっぱ低音の響きプラス。 このの表現力の妖艶さっていうんですかね、まあ、これはもう森本君とは、ね、やっぱりこう見せますよね見せるところもあるしプラス、まあ、声自体の表現がうん、まあ、声優さんとかもやったり演技やったりしてより広がってるんだと思いますそして大河君はところどころ言いましたけど本当に綺麗に歌ってる中に一瞬ワイルドな音がぐわっと入ったり表情もあったりとかして。 これまた何回か私見たいと思いますが発売直前「歌の先生なのにダンスの映像を見て勝手にいろいろ誘導」が皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。